はい、ということで、ともみんさん、こんにちは、アンドレです。ということで、今回もね、トーク動画になるんですけど、今日はね、死にかけたっていう話をしたいなと思います。あのね、先生の車で死にかけたんですよ、俺今日。いやね、何があったかって、別にそういう事故とかそういうわけじゃないんですよ。シンプルに俺が死にかけたっていう話で、今日の話をね、ちょっとできたらなって思うんですけど、まあ今日ね、もともとちょっと近くのなんか競技場で、まあ部活がある予定だったんですけど、急にその近くの競技場が使えなくなりまして、サッカー部から使うからって、サッカー部がね、試合で使うからということでね、まあ競技場が使えなくなったわけなんですよ。それでね、まあ違う競技場に行くことになって、でもそこちょっと遠めなところにね、あったわけなんですよね。だから親がまあ連れてきねってなったわけなんですよ。まあ連れてきないのはしょうがないから、おじいちゃんに頼もうかなって言って、おじいちゃんに頼もうとしたんですけど、もうおじいちゃん行きは無理って言われて、まあ、ちょっとね、ああそっかっていう感じで、まあ仕方なく今回ね、先生の車で送迎していただきました。仕方なくって言い方ちょっとおかしいけど、送迎する前、まあ結構ね、不安だったんですよ、正直。あの、先生の車に起こしたらどうだろう、どうしようとか、先生なんか言ってくるかなとか、まあいろいろでちょっと考えると、まあちょっと不安になっちゃったりして、まあそれでね、ちょっとね、気持ちがね、若干不安定だったわけなんですよね。なんかやべえこと起きそうだなとか考えてたんですよ、ちょっとだけね。うん、本当にちょっと嫌な予感はしてて、で、まあ実際行ってみました。で、先生来ました。で、まあ荷物も積まれてる状態で、まあ僕が車に乗るわけじゃないですか。僕はね、助手席じゃなくて、その後ろ後部座席に乗ってましたね。で、そこで普通にもう立ってたんですよ。普通立ってたんじゃねえか。結構ね、その先生車乗るときスピード出すんですよ、マジで。今日もね、まあ学校でね、学校で待っててって言われたんで、学校で待ってたんですよ。そして来るときにね、ビュンスピードで来たんですよ。うわー、怖いな、本当にこんなスピードなんだなと思って。ここからですよ。最初は、ね、普通にこうやって乗ってたんですよ、こうやって。でも寝るわけにもいかないじゃん。すっげえ眠かったんだけど、その時、まあ、寝るわけにもいかないから、もうずっとこうやって前見てこうやって座ってたんですよ。そしたらね、まあ、ちょっと僕ね、酔いやすいタイプなんで、結構ねちょっと寄ってきたんですよね。ちょっとだけ車酔いがして、まあただでさえね、先生スピード速かったんで、それでね酔っちゃったっていうのもあるし、あとね、ちょっとまあ道がガタガタの方からなんか競技場向かってったんで、それでさらにね酔いが回ったっていう感じなんですけど、酔いがね、もう今までと尋常じゃなかったんですよ。まあそれが死にかけたっていう一つの要因なんですけど、それでまあずっとやってて、ちょっとまずいなってなったんですよね、急に。あの、本当に今回スマホとか見てないから、先生に、ね、送迎してもらってるのに、こうやってスマホこんな風に見てたら、ね、もう失礼じゃないですか。失礼に値するか、まあさすがにそんなことできないから、まあ普通に座ってたんですよ。先生の車だから、あの、寝ることもできないんですよ。なんか先生に言えば、まあ、ちょっと横になれとか言われたかもしんないけど、そういうのあんま言えないから、俺タイプ、そういうタイプだから、だからもうずっとこの状態だったんですよ。横にならないと本当に辛いし、でも寝るのもおかしいよなってなって、まあ、ずっとこの状態でね、ピキーンってなってて、でも酔いがすごいっていう感じで、先生はおまけにね、スピード速いから、まあ信号とかあって止まるじゃないですか。その時にね、感性が働いてビューンって前に出るんですよ。で、前に出た瞬間にってなって、本当にやべ、これいつか吐くんじゃねえのかっていう感じで本気に思いましたね。でもね、もうついに我慢できなくなっちゃって、俺ね、とうとうこうやってこんな感じでやってたんですよ。まあこうやって寝るのはまあダメだから、まあなんかダメというか、あんまり良くないよなっていうことで、人の車とかでもそうじゃん。他の親とかにさ、送迎してもらうことになった時にさ、なんかね、送迎してもらってるのに自分だけめちゃくちゃくつろいで寝てるって、なんかそれおかしいじゃん。だからできなかった、それは。だからずっとこうやって下向いてたんですよ。下向いて目つぶってたら、まあなんとかね耐えれたんですよ。それで競技場着いたんで、じゃあちょっと荷物を下ろすから、その他の1年生も呼んできてって、もう集合してるからっていう感じで言われて、で、早く呼びに行かなきゃって思って、で、その時ね、もう早く出たい、早く出たいと思ってて、気持ち悪い、早く出たい、早く出たいってなってたから、もうすぐさまね、ビョーンって行ったんですよ。で、その走った瞬間、うおー、走る前はここら辺に溜まってたのが、走った瞬間急に、うおーって来やがって、で、急にね、3連バース、ってなって、マジで死にそうになったんですよ。で、まあ、その後ね、まあ、普通に行って、歩いて行って、友達呼んで、で、僕だけね、もう、体操服袋にしがみついて倒れ込んでましたね。で、それで友達にね、何してるんって聞かれたから、ちょっと無理、今めっちゃ寄ってるって言って、結局荷物は下ろしに行ったんですけど、本当にやばかったっていう話です。その後ね、まあ、トイレで、まあ、吐きたかったけど、吐けなかったんですよね。もう最初のアップで俺死にかけてたもん。一人だけね、頭下げた状態でずっと部活してたからね。その後の部活もね、全然集中できなかった、正直、あんまり。まあ、帰りはね、おじいちゃんがね、まあ、迎えに来てくれるということでね、まあ、なんとか一命は取り留めたんですけど、帰りもあれって思うと、ちょっともう無理だって思って、正直ね、今もね、
そこまで気分めちゃくちゃいいかって言われたらそうでもないっす。まあ今めちゃくちゃ気持ち悪いかって言われたら別にそれはそうじゃないんですけど、まあだいぶ治ってきたけど、まあ、それでもね、まあめちゃくちゃ気分がいいかって言われると、まあそこまで気分が今いいかって言うと良くはないですね。はい。まあということで今回はこういう死にかけたという話でした。まあ今回のこの動画が良いと思ってくれた方はチャンネル登録、高評価、それからコメントなどもよろしくお願いします。それから僕は8月末までにチャンネル登録者5000人を目標にしてますので、そちらの方の応援もよろしくお願いします。ということで今回この辺で終わろうと思います。ご視聴ありがとうございました。じゃあね。